どうも皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日はガズメロお届けしたいと思います。このガズメロっていうのは何かというと、このちっちゃいウクレレに世界中にある名曲たちの主旋律のメロディーを弾くというか、歌ってもらうというか、歌わせるというか、奏でていくというか、そういうね、楽器に歌ってもらうみたいな、そういうね、プログラムになっております。今日取り上げたい曲は、今歌いたい、こちら、ドン、福山雅治さんの、桜坂。お届けしたいと思います。はい、この曲はですね、まあ、弾き語りの方でもガズレレでもおなじみですけどね、こんな感じでレッスン動画公開しております。この弾き語りの方も絶対見てくださいよ。今の時期これ歌ってほしい曲ですからね。はい。今日はこれをですね、このメロディーをね、弾いていこうというふうに思っております。今日はちょっとですね、趣を変えてですね、この二つのウクレレ、はい、で演奏していきたいと思います。これ二つともソプラノウクレレなんですけど、今ですね、Gラボウクレレで、Gラボ祭りというのを開催しています。こっちヴィンテージシリーズ、こっちウスレレなんですけど、まあ両方ともウスレレなんですけどね、ただいまこれ 10% オフということで、この二つでコラボしてお届けしたいと思います。今日はアンプなしの生音。で、今日4弦がですね、出てこない、ウクレレフレーズになってますから、皆さん持って普通のウクレレでお楽しみいただけますよということで、ぜひぜひ、チェックしてみてくださいということなんですけど、まずですね、今日、この楽譜を見ながら演奏していきます。タブ譜と言います。一番上の線が1弦、2弦、3弦、4弦となっていて、この数字がですね、フレットの数なんですよ。ちょっとこれ歌い出しなんですけど、ちょっとやってみると、1弦の7、2弦の10、2弦の8。はい。で、また、8、8、3弦の9。また、2弦の8、10、1弦の7。こんな感じです。はい。このメロディーですよね。はい。こうやって見ていくんですよ。フレットの数字のフレットと弦のね、1弦2弦3弦、こうやってね、見ていく。パズルみたいな楽しい楽譜になってます。これほんとゲームみたいにできる楽譜で楽しいですよ。で、これを映しながら演奏していくぞということなんですけど、まず最初ガズがデモ演奏するんですけど、まず皆さんにこのメロディーを覚えてもらえないといけないということなんですけど、今映ってるこのタブ譜を見て、それを見ながらね、弾いていくってことは、まあ、ほぼ不可能と言いますかですね。これを参考に覚えていただいて一回。だから結構時間かかりますよ。何回も練習して自分の中に落とし込んで覚えていただいて、そうしたらですね、ガズのこれからやるデモ演奏を見ながら、コツをつかんでもらったらですね、皆さんの本番の時間がやってまいります。マイナスワンといって、皆さんの演奏の伴奏を私、ガズが、務めさせていただきます。その時に、今日はこのね、Gラボの薄レレを使って、今日はやっていこうというふうに思いますけれどもですね、そんな感じで皆さんの本番の時間も用意しております。で、伴奏のね、マイナスワンの時はですね、さっき見せたこの、桜坂の弾き語りバージョンのこれを参考にしています。ぜひ弾き語りもやってくださいね。概要欄にこの動画のね、レッスン動画の URL 貼っとくんで、弾き語りとこのメロディーを一緒に合わせ技が、まあ、最終的には素晴らしいかなというふうに思いますので、ぜひ弾き語りもやってみてください。はい。それで今日はですね、今も言ったようにこの G ラボのウクレレたち、ただいま、大好評販売予約受付期間真っ最中です。3月の目玉この2本ということで 10% オフになっているので、ぜひね、詳細、概要欄でチェックしてみてください。お願いします。はい、そしたらですね、始めようと思うんですけど、そもそもこのガズレレ YouTube チャンネルって、どんな方でも音楽、聞くからやるに変えようよ、すぐできるよ、ガズレレならということで、弾き語りのレッスン動画、ウクレレレッスン動画を公開しております。概要欄に貼っとくんで、もうどんな方でもすぐできるプログラム、ぜひガズレレで、弾き語りから始めてみてください。ちょっと慣れてきたらですね、今日のメロディー弾きもチャレンジしてもらいたいんですけど、やっぱコードって何かということから始まると思いますからね。はい、もちろんそこでね、今日の桜坂もですね、弾き語りでやってもらいたいなと思うんですけど、合わせてできると、さっきも言ったけど最高ですよということでございます。さあ、それでは皆さんもう早速やっていきましょう。ガズがまずお手本を皆さんに披露したいと思います。タブ譜を映しながらガズが弾いていくので、ガズがどんな指でどんな感じでこう弾いているのかちょっと確認しながら何回もこう見ながら覚えていってください。はい、桜坂ガズメロバージョンやってみる。 1,2,3,4。
桜坂ガズメロバージョンでやってみました。いいですね、このメロディー。これね、一回このサビとか弾けるようになると気持ちがいいですよ。感情込めて、これ顔で弾くのがポイントですからね。はい、ちょっとね、細かいところポイントなどこれから説明していくんですけど、まずはですね、タブ譜、今映ってたタブ譜を、画面上にシェアしていきたいと思うんで、今からちょっと見せようというふうに思うんですけど、こんな風にね、ガズのノートに書いてあります。はい、これのご案内の前に、はい、 GGD ガズがめちゃくちゃいいこと言ってる本が主婦の友社から4月26日に発売。これは弾き語りとか音楽やる上で絶対に知っておいてほしい、大切な言葉がいっぱい詰まってるですね。もう本当にガズさんももう内容はもちろん私が書いてるんで、まあ知ってるんですけど、本当ね、いい本になってます。はい、ぜひ皆さんご予約お願いいたします。概要欄に予約できるとこ貼っとくんですけど、この本の出版記念イベントが目黒で5月11日に開催されます。残席あとわずかになっております。ぜひ皆さん、無料イベントですからウクレレ持って駆けつけてください。一緒にセッションしたり、もうワイワイ楽しいこと山盛りですんで、その辺の詳細も概要欄に貼っときますんで、お申し込みお願いします。さあ見ていこうと思うんですけど、はい、これガズのノートに書いてあります。でこれね、今こうやって写していこうと思うんですけど、ガズクラブでですね、皆さんのお手元にダウンロードできるようにしようかなと思ってます。はい、ガズクラブっていうのは一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日取り上げた桜坂のガズメロバージョンを含む、ガズが今までガズメロで取り上げていたタブ譜の楽譜はもうもちろんのこと、弾き語りバージョンの曲も1000曲ぐらいありますからね。その中から毎月5曲、お手元に楽譜のデジタルデータのダウンロードでご活用いただけるという、すごい画期的なサービスをやっているんですよ。はい。で、これはね、楽譜のダウンロード以外にも、毎月2回大セッション大会ガズ音が行われていたり、皆さんの演奏動画を投稿できる場所があったりとかしてですね、これかなり面白いクラブ活動になってます。ぜひガズクラブチェックしてみてください。そしてちょっとこれとは違うんですけど、ガズレレ大学っつうのもやってます。ガズレレ大学はですね、 YouTube メンバーシッププログラムというやつで、毎月590円のねクラブ活動費を頂戴しまして、毎週2回のライブ配信による濃厚講義です。皆さんのチャットでやり取りしながら質問に答えながら課題設定したり、もりもり大学活動をやってます。大学ですから16ビートとかカッティングとか練習してるぐらいの方だと楽しく入れると思います。はい。あとね、毎朝7時半からガズラジといってラジオ配信やってますよ。こっちもねめちゃくちゃいい話無料で聞けるラジオになってます。7時半からスタンド FM というラジオアプリで公開ですけれども、いつでも聞けますから、気軽に聞いてみてください。今言ったこの辺のこと、興味あったら、もしかして興味あったら概要欄でチェックしてみてください。さあ、早速この楽譜を見ていきましょう。タブ譜をね、はい、こんな感じで、まずこれサビな、サビから始めますよね。ねね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 ってこんな感じで始まっていきます。はい、映ってたものと一緒ですけど、こうやってノートに書いてあるとまたちょっと分かりやすいかなというふうに思います。でこれがサビをやって、ここが A メロですね。こんな感じになってます。一時停止で、お時間ある方は書き足していってください。ガズクラブに入ってご活用、これダウンロードね、デジタルデータでしてもらうのもすごく有効だと思います。はい、一時停止。はい、でここから B メロからブリッジ、ここで B メロ終わった後サビが入りますね。かな、サビっていうのはここですからね。はい、サビやっていいかな。はい、で今度ブリッジパート、はい、あーな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 ーで季節は変わるけどのところですね。ここが切ない感じで、またここ最後サビを2回繰り返すということは、ここサビ2回繰り返すんですけど、ここ最後繰り返すときにね、ねん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 って、ここちょっとまたぐところがありますから、これでもちょっとね、わかると思います、メロディーで。ここが要は、ここに変わるってことですね、最後。繰り返すのところは。2回繰り返しますから。はい。まあまあ、でも今のね、よくわかんなくても大丈夫。やってればわかるから。はい。こんな感じの楽譜になってます。ぜひ、ガズクラブも入ってもらいたいし、今のね、こう映して書いてもらうのもいいと思います。さあ、今日のね、このガズメロの桜坂のワンポイントやっていきましょう。今、メロディーでちょっと、気になったところあるかもしれないということで、ちょっと解説しようと思うんだけど、最初ね。ねね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 ね。ここの後、ぬー、ほんとは、うーいえー、うーいえー、こういうフレーズなんですよ。本来はね、歌で歌うと。めちゃくちゃ早いんですね、これ、弾くと。ちょっと、チャレンジャーは、12フレット1弦の、753って早くやる。うーいえー。ちょっと難しい。あとは、12フレット、12フレット7、2弦の18。はい。12、17、18。うーいえー。これ。
かなりの速さです。なんでここはガズメロオリジナルアレンジとして、ウーイェーこんな感じしました。わかる？本当は、ウーイェーなんですけど、ウーイェーはい。でもこれでも十分ね、この曲のあの魅力は伝わると思います。ウーイェーこういうのっていうのはボーカルならではのこのフレーズなんで、楽器で弾くとなるとですね、あの、すごいこうテクニカルな感じになっちゃうんですけどね。なんかね、すごい忙しいんですよ。まあなんで、あの、できそうだったらもちろんチャレンジしていただきたいですけど、今のバージョンでは、こんな感じで、アレンジしていきました、ということですね。で、あとですね、あの、フレーズ、この曲ゆっくりなんで、いけると思いますよ。ただワンポイントとしてはやっぱり弦をまたぐところが結構出てきます。でもサビは大丈夫だね。で、だてててんてて、あ、でも3弦まで行くもんね。ねね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 るる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 る。でもまあ、3弦から1弦飛ぶってことはないんで、3弦も登場するけど、こう、トントントンみたいな1弦から3弦まで動くっていうのはありますから。まあまあ、その辺ダイナミックにちょっとイメージをしていただくと。まあ、このメロディーをやっぱ覚えちゃう上で、この、あの、この、こっから見る景色を覚えるの大事ですからね。ドタタ、テテテテ、ドタタタタタ。このストーリーで、この指の動きで覚える。これがポイントになると思います。まあ、いつも言ってますけどね。で、あとね、これがまあ、また厄介なこと、14フレットっていうのが出てくるんですよ。でも、見てください。このウクレレ12フレットしかまでないのに、14フレットが出てきてるんですよ。気づきました？フレットないとこ弾いてたんですよ、今。どこで出てくるかというと、あーねねねねねねね、ブリッジパートです。季節は変わるけど、愛しき人、この、愛しき人、これ、見て、フレットがないところ今押さえてたんですよ、ガズさん。すごいテクニカルでしょ？この辺かなっていうところをこう指で押さえてます。フレットがなくても音出るんです、ここグッと。あ、でももちろんフレットがあるウクレレをお持ちの方はですね、今ここにはウクレット、あ、例えばこの、ここに置いてある、はい。このエレキウクレレだったら、ね、これはだから、10フレット、12フレット、13、14、15、16、もうすごいフレットありますから。これ、このウクレレだとすると、ね、フレットがあるウクレレだったら14フレットって使えますけど、まあ、Gラボのウクレレとかだと結構ですね、この12フレットモデルっていうのが結構多いか、まあ、これ選べるような設定になってるんでね、フレット15フレットまで選んでる人はこれ届きますけど、まあ、そんなような、今回、チャレンジをしてます。結構大丈夫だったでしょ？思いっきり押さえて、ここじゃねえかなっていう風に、フレットがない人はそうやって弾いてください。ある人は普通に気持ちよく14フレットを、奏でていってもらえばいいかなと思います。あとは全体の流れとして、サビが、最初サビから入って A メロに入るじゃないですか。A メロはちょっとね、抑えめに弾くっていうのがいいかなと思った。ちょっと優しく弾く？はい。で、だんだん盛り上がってくる感じ。このメロディー弾きでもそういうね、歌みたいに抑揚つけるとすごく良くなるんじゃないかなというふうに、そんなふうに思います。まあ、そんなことをちょっと加味していただいても、とにかく何回も練習して、まずフレーズを覚える。これが第一ポイントです。今のガズさんもバッチリ覚えてますから、楽譜とか全然見てないですからね。もう記憶してるわけですからね。ここの景色とか、この雰囲気で覚える。これがポイントです。で、慣れてきたら、はい、いつもの流れですけど、このビブラートとか、ハンマリング音スライドとかをやるとすごくいいぞと。例えばサビですけど、ビブラート。今の。こんな感じ、スライドです。いろいろもうね、ここで入れなさいとか、これは入れなくていいとか、そういうんじゃなくて、入れたいと思う時に自分で入れたい技を入れる。なんでこれはね、本当にそれこそ想像なんですよ。なんで、自分がここぞという時に、ちょっとずつこのテクニックを加えていくっていうのがいいんじゃないかなというふうに思います。それを、で、自分でデザインするって感じですね。まあ、でも、ちょっと最初から言っておきますけど、まずはメロディー覚えてからよ。メロディー覚えてきて、あ、いよいよ、覚えてきたなと思ったら、あ、ここで、ここだけはスライド入れようかな、とかいうふうに、ピンポイントでね、入れていって、だんだんそれを増やしていくみたいなのがいいと思います。そういうことによって、その人ならではの、エモーショナルな感情がね、また表現されると思いますから、はい、これ、この動画めちゃくちゃいい動画になってます。いろいろ、エモーショナルに弾ける裏技というかですね、はい、概要欄に URL 貼っておくので、この要素も取り入れてくれるといいかなというふうに思います。さあ、それでは皆さん、
本番の番がやってまいりました。マイナスワン、ガズさんが皆さんのこの本番の伴奏を担当させていただこうと思います。はい、さっきも言ったけど伴奏は、今日これウスレレです。 G ラブのウスレレ、今度は今日はソプラノモデルをこう使っていこうと思うんだわけですけれどもですね、これもいいウクレレになってます。はい、このね、皆さんソプラノウクレレの音色に乗せてですね、皆さん弾いてもらえたらいいなと思うんですけど、これはまだゆっくり落ち着けてくださいね。深呼吸してゆったり気分で弾いてもらいたいんですけど、ガズさんと一緒に画面越しとはいえセッションしているわけですから、呼吸を合わせるようにガズさんの息を合わせて、こうなんていうかな、この感覚を合わせる。セッションっていうのはそのなんていうかな、その心を合わせる、こういう感じが結構大事になりますからね。はい、ガズさんのこのニュアンスもこう体の動きとかを感じ取りながらも一緒に弾いてもらうといいかと思います。タブを出しとくんで、それではやっていきましょう。桜坂ガズメロ、皆さんの本番マイナスワンバージョンやってみる。ワン、ツー、スリー、フォー。やってみました。いかがだったでしょうか。これゆったりね、奏でるの最高ですよ。この春のちょっと今日ポカポカ、今日なんかさ、もうめちゃくちゃあったかいもんね。急に春になったみたいな、桜がもう今日あたりは咲くな、あちこちで。はい、そんな中このほっこりした桜坂福山雅治さんの名曲をメロディーで奏でる、素敵です。皆さんじっくり時間かけて取り組んでいきましょう。これすぐにできないですから、こういうのは覚えるの時間かかるからね。はい、でも楽しくできるんじゃないかな。はい、まず桜が散るまでにはできると思います。よろしくお願いします。はい、結構ね、他にもいろんな曲取りためてきて、結構ね、曲名曲数が増えてます。概要欄にこのガズメロのソングリスト貼っとくんで、他のメロディー弾きにもチャレンジしてみてください。そしてですね、皆さんこうガズメロちょっと慣れてもらったら、お仲間いる方はですね、セッションするのがいいと思います。はい、アンサンブルで楽しむ。一人は伴奏して、一人はメロディーを弾く。で、もう一人が、今度は歌で参加して、みんなで弾いて歌って、またメロディーに戻るみたいな、そういうストーリーとか、弾き語りでだけではなくて、これは感想として、一番丸々このメロディーを弾いてみるとか、そういうのもね、皆さんデザインしてですね、もうオリジナルのこの音楽の、輝き方をこう、さらにこう幅広げてくれたら、素晴らしいなというふうに思います。お一人様の方も、今やったガズのマイナスワンのとこだけ切り取っていただいてね、あちこちでこう、披露したり練習したり、
するのもおすすめでございます。はい、いろんな音楽の形楽しんでいきましょう。はい、重ね重ね G ラボのウクレレたち、この2つのモデルはかなりねいいことになってますからね。これ、G ラボ祭りで 10% オフになってます。概要欄チェックしてみてください。はい、 GGG の本の予約もぜひよろしくお願いします。はい、それでは今日はガズメロレッスン春満開でお届けしました。さよなら、バイバイ。